皆さんこんこにちはカメラマンの笠子と申しますアンコールワット観光、レンタサイクル、自転車がおすすめだという記事がありますが、全くおすすめしません。自転車、マジでやめた方がいいです。めちゃ疲れます。本当にやめた方がいいですということで、えー、解説をしていきたいと思います。えー、理由はですね、めちゃ疲れます。 えこれ何が疲れるかって、まずその市内からまずアンコール・ワット、まあ、アンコール・ワットが一番手前にある遺跡なんですけれども、アンコール・ワットまで30分以上かかるわけなんですよ。さらにチケット売り場がさらに別の場所にあるので、チケット売り場にもまたちょっと離れていって、また行かなくちゃいけないっていうところも遠いです。で、アンコール・ワットから市内からアンコール・ワットまでが30分以上で、そこから遺跡巡るとなると、じゃあお隣のアンコール・トムに行きますって言ったら、また10分以上。 走るまた10分以上走る、ま、上走る走る,走るってことで遺跡と遺跡の間も結構遠いですってなんか地図とかで見るといやなんか近いんじゃないってちょっと思うわけですよいやーいやー結構あるぞと結構あるぞとそして暑いです30度とかで自転車でその30分でさらに10分10分10分以上歩くって こうしんどいですよで私はあの寒気の時に行きましたので、あの雨の心配は全くないので、まあ、それでもまあ暑いっていうところはありますけれども、もし雨季なんかに行っちゃったら、さらにそこでバーっとスコールが降られたらその、もう雨宿りするところもないですからね、だから寒気だろうが雨季だろうが暑いですし、まあ、雨季だったらなおのことも自転車なんて絶対お勧めできません。で、さらにこれまた盲点なんですけれども、遺跡観光もめちゃめちゃ疲れます。 遺跡観光、遺跡なんかちょっとずつすぐぴょって見て回れる距離の大きさじゃないんですよ。あアンコール・ワットにしてもアンコール・ドームにしても何にしてもそうですけれども、あまり広いです。で、まあ、例えばアンコール・ワットにしてもですよ、自転車乗り場からその、 入り口までまた15分ぐらい歩いてやっと入り口にたどり着いてさらに中をとりあえず歩いて一番上まで行くのに例えば2 3 0分ぐらいかかってまた帰ってこなくちゃいけないそれを30度の最中かやるわけですよで登ったり降りたりとかするわけですよで登るとなるとかなり急な階段とかも登るわけですよだから遺跡の観光自体が歩いて30度の最中か1時間歩きます さらに隣の <laughs> ね、あの隣のまた遺跡に行ってまた1時間ぐらい歩きますみたいなことを繰り返すわけですよ。めっちゃ疲れますよ。で、私、あの、私めちゃめちゃ体力ありますし、私自転車大好きなので、えー、例えばエジプトの、 ルクソールもー自転車で行きましたし、えー、タイの、えー、アユタヤの遺跡とかも自転車で行きましたし、えー、それから中国のウイグルの遺跡なんかもかなり暑いさなか、自転車で行きました、だから私、自転車好きですし、体力もめちゃめちゃある方だと思いますけど、アンコールワットやめた方がいいですよ。というかね、地図で見ると近そうに見えますけど、全然近くないですから、めちゃ遠いですから、でしかも暑い。 でしかも遺跡が広い遺跡と遺跡の間が地図で見るより遠いめちゃ疲れますもうととてもじゃない自転車おすすめするなんて <laughs> やめた方がいいですよ本当にやめた方がいいです <laughs> おすすめしませんもうつくつくの方が断然楽ですで、えー、ただ私一つ懸念があったんです私、まあ、自転車疲れるなっていうのはあったんですけれども 自分のペースで回りたいよなと、トゥクトゥクを頼んじゃうと、なんかせかされたりされたら嫌だなと思ったんですけど、全くそんなことなかったです。まあ、私がたまたま見つけたトゥクトゥクのドライバーが良かっただけなのかもしれませんけれども、もうね、全然平気です。なんかね、距離のことは気にするんですけれども、待ち時間のことを私が頼んだドライバーは全く気にしません。だなのでいや やばいな、なんかすっげえ思ったよりなんかアンコールワットめちゃめちゃ時間かかるなんかもう2時間ぐらいでなんかトゥクトクの人 <laughs> 早く帰ってこいとか料金追加とか言われたらどうしようみたいに思ったんですけど全然そんなことないですよ。ああ、よく来たねみたいなもう行くかもうどうだったみたいな感じでで次の遺跡とかもすっごいゆっくり見て回っても全然かされないんですよ。で、なんだったら、なんだったらあれですよ。 なんかご飯食べたのかみたいな、ご飯食べたけとかっつって、いや、なんかやっぱりその、なんていうんでしょうそ、日本の感覚だと、例えばタクシーとかチャーターしたときに、距離だけじゃなくて、その待ち時間とかが増えたら、またお金かかるんじゃないかみたいなのがあって、なんかどうしようとか、早く、もっと早く見てこいよとか、自分のペースで回れないんじゃないかと思ったら、全然そんなことなかったです、私のドライバーはね。 もう全然もうすっげーゆっくり見てても何も起こらないですし追加料金もかからないですしなんだったらご飯食べてきるみたいに言ってご飯食べてる間も全然待っててくれますし全然ね時間のこと気にしないただ距離をすごい気にするのでなんか。 追加で、例えばもっとちょっと遠くの距離のところに行くっていうんだったら、やっぱりガソリン大変なことを気にしているのか、やっぱり距離が遠いと、やっぱりお金、やっぱプラスになるんですけど、決められたルート、小回りだったら15ドル、大回りだったら18ドルか20ドルみたいになってるんで、そこのルートを回る感じで行けば、時間かかっても全然平気なので、自分のペースでめちゃめちゃ回れます。別にねトゥクトゥク連れてってくれてててっく 別になんか余計なガイドとかするわけじゃないので、全然平気です。で、むしろ、トゥクトゥクを頼んどけば、帰ってきたときに、ト u k t u のトゥクトゥクの客引きから、なんか、トゥク t いるかとかって言われなくて済むので、もうチャーターしてあるからということなので、むしろね、トクト t u の方がね、自分のページで回れます。めちゃいいです。で、t u クトクのメリットはですね、移籍観光でとにかく疲れるんですよ。 30度の最中もう1時間とか2時間とか歩き回って登ったり下ったりみたいにして、もうヘトヘトになって次の遺跡行くかみたいな時に、遺跡と遺跡の間だけは休めるんですよ。そこを自転車でまた30度の最中自分でこいで行かなくちゃいけないもう地獄ですよ。もう本当にだから、トゥクトゥクのメリットは遺跡で、遺跡の観光でとにかく疲れるので、思っているように疲れます。思ったようにでかいので。なので せめて移動はトゥクトゥクで休んでた方が絶対にいいです。自転車も,もう全然回れなくなると思います。で、えー、トゥクトゥクのメリットはですね、疲れたら別にルート変更をすればいいんですよってことで、交、え、渉、ー、次第で別に少なくする分には可能ですし、増やしても結構そんなになんかあんまり言われなかったですね。僕の場合は、えー、だから初めそのトゥクトゥクでって言ったんですけど、 その小回りのルートで15ドルで行ったんですけどいや何これもうめっちゃ疲れるじゃんみたいなこんな遺跡広いのみたいになっていやもうちょっとなんか5個の寄ってたもう4つでいいみたいになってもう全然平気だったんですねでその翌日に大回りを頼んだんですねまた別の場所で同じドライバーさんに頼んだら昨日小回りのとこで君は1つ飛ばしたけどそこ行くかいみたいなこと言ってああ そう飛ばしたんですよっつったら「ああじゃあいいよいいよ行っといで」みたいに言って全然追加料金取られずにだからなんかねその辺結構だからすごい自由なんですよまあ私のトゥクトゥクがドライバーがもしかしたら良かっただけかもしれませんけれども,もう全然ですねその小回りで全部回るのはもう無理1つ飛ばすとかですね次の日にその大回りで昨日回ってないところちょっと今日は体力があるからちょっとそこ回りたいみたいに言ったら「いいよいいよ」みたいなこと言ってくれたので。 全然平気です、すそのトゥクトゥクのドライバーにです、ね、そのアンコールバット以外のおもうちょっと郊外にある遺跡とかも行ったんですけど、結構なんか、こことこことここと,ことかっつって、やっぱ疲れたからこれいいやとか、あなんかまた体力あるからもう1つ回ってくれとかっつっても、じゃあプラス3ドルでとか、いやじゃあこの料金内でいいですよとかって言ってくれたので、トゥクトゥクの方うは、ね、自分のペースで回れます。 で遺跡館とか市内から遺跡までの間、休めますから、トゥクトゥクで休んだほうがいいです。遺跡観光、めちゃ疲れますからっていうことです。というわけで、え自転車ね全くお勧めしません。市内から30分以上かかるし、遺跡,遺跡と遺跡の間も遠いし、暑いです。もうとにかく暑いです。で、えー、遺跡観光も疲れて、特にですね私のトゥクトゥクが良かったのかですね。あの 冷たいアイスクーラーの中に水をいっぱいあの水のペットボトルとかジュースを入れておいてくれてただでくれたんですよすごくないですかだって自転車で乗ってったらペットボトルなんて何本も持ち歩けないじゃないですか1本とか2本持ち歩いたら重くなっちゃうじゃないですかでもそんな自転車で走ってる間もう全く冷たくなくなっちゃいますからねで まあ、あちこち遺跡に水は売ってるんですけれどもだいたい1ドルとか2ドルするわけですよ。で市内のスーパーで買えば0.3ドルとかを要は向こうで1ドルとかで買わされて、えー、私が頼んだトクトクさんはそのアイスクーラーに冷たい水のペットボトルを3本とか4本とか入れといてくれていやこれも料金内だからっつってサービスしてくれて。 めちゃくっといいじゃんみたいになったんですよね。まあそういうト特クトクのドライバーがすべてじゃないかもしれませんけれども、カンボジアの方はね、掃除てとってもね、親切だと思いますよ。自転車ね、<laughs> やめといた方がいいと思います。私、本当に私ね、めちゃめちゃ体力ある方ですけれども、自転車やめた方がいいと思います。遺跡観光だけでヘトヘトになりますからというわけで、えー、アンコールワット観光、レンタサイクル、自転車で巡るって絶対にお勧めせません。めっちゃ大変です。 もう本当にね、トゥクトゥク使った方がいいです。もう一つだけ回るにしても、アンコールワットだけ行って帰ってくるにしても、何時間待たせようが、多分そんなに怒られないと思うので、えー、自分のペースで回れると思いますし、あの休めますし、本当にね、あのあの別にトゥクトゥクが高いって、まあ、そのもうとにかく金を節約したい、でもとにかく金を節約したいんだったら、アンコールワットに行くのはやめた方がいいですよ。アンコールワットの観光料金が高いわけですから。 その自転車はね、本当にやめたうがいい。楽しめなくなっちゃうと思いますよ。本当にね、思った以上に遺跡と遺跡の間が遠い、それから遺跡が思った以上に、なんかガイドブックとかのなんか見るとちっちゃそうに見えますけど、めちゃめちゃ広いですからね。で、結構見どころもあって、で、上り下りもあるから、本当にね、自転車おすすめしません。なんか自転車おすすめとかっていう記事を見て、 借借りりよようとしたた私がななくててかったなって本当にもうあんなの絶対やめた方がいいですということで皆さんトゥクトゥク親切なあのとに、ね、インドとかタイとかベトナム比べたらはるかに親切なドライバーが多いんじゃないかと思いますので、えー、トゥクトゥクさんを信じてアンコールバットトゥクトゥクで観光するのがいいんじゃないかなというふうに思います。